はいどうも、今年もやってまいりましたヤングダービーの季節です。シトと申します。今年もやっていくよ、あの企画を。江戸瀬コネです。男なら黙ってかけろ一点張り、男なら黙ってかけろ一点張り。はい、記念すべき1レース目ですよ。いや楽しみですね。ということで早速、はい、1点張りの回目は首都君からどうぞ。はい、僕は124と124、あ、三国は陰が逃げんじゃねえかという事前情報。あ、なるほど、首都調べと。俺のあれでしょ、動画見てるでしょ。あ、そう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 、偉いです。まあ俺自分であんな動画作っといてなんだけど、僕の回目は312なんですよあれもういいんから買わなかった。もう買わないです。そうそう、だって君がいいから買うでしょまあまあ、まあ、君はもう一頭は仕留めてほしい。てか硬いところは本線、はいはい、硬いところだったらこうだろうなみたいな、はい、っていう感じで、俺はもう、うん、あれですよ、穴狙いです。穴狙い。まあね、我々1年間やってきたからね、まあ、去年の結果は余裕で上回るだろうと。まあまあシューターで今回なんと、はい、去年が100円というまあミニクソみたいなベッドワークとして今節なんと、はい、ちゃんと1000円かけました。1000円かけました。ほんとだから一節で6万、最大6万、6万円ぐらい負けられ る。最悪じゃん。7万ぐらい、まあいいかも、そのぐらい負けない。ちなみに去年あまりいい思い出したかったけど、うん、俺100円でも結構苦痛だった一生当たらない毎日がもう6日間ぐらい続くんだ。あれほど地獄はなかったよ、本当に。まあでも若い子の走りやっぱね、あの100円で見れたのもいいんだけど、ただ今節1000円っていうのがちょっと、まあ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 やっていきましょうと。ちょっとまたお金がなくなる企画を僕やりたくないんですよ。これ1000円しか減らない。これ結果次第によって俺もうちょっと途中であれ頓挫するよ。これ3ないんじゃん。あー、わかんない。やっぱ3、あ、いいね。あ、でも、あ、2号艇 F 持ってるから、武井選手 F 持ってるから。いや、いや、でいい、いやいやいや、とりあえず1、2になる。そうです。はい、ふぅ、はい、1、2だろ、1、2だ、これで。ふぅ、で、できたんじゃないか。いや、ダメ長井、長井さんダメあぁ、え、しとくな。1、2だろ。いや、まだある、まだある、全然1、2。武井さんだから。いやぁ、なんでお前折り返さなかった。いや、折り返せない。帰れーんだよ普通なら当たってたのに。え、普通だったら1、2買ってた。いや、買うでしょ、こんなの。こんな、じゃあなんで1、2を選んだの。はい、2レース目です。もうやりたくない。でもね、これ僕が大注目の吉田雄平選手が昨年からずっと注目して、うん、で、あのヤングダービーの後全く振るわなかった。いやでもね、いやでもその後2018年1回優勝したんだよね。ああ、そうか、優勝してたね。そう、優勝して俺もちゃんとおめでとうございます吉田選手みたいな感じでツイッターでね、うん、書いて、まあ、見事返事はなかったそれに対してどこの江戸セポネだと思う。そう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 、ここの江戸セポネですよっていう。ただね、彼ね今 F2 なんだよね。 F フライング2本持ってる。あ、2本持ってるんだね。そうだからもう確かにあんまり突っ込めないね。すごい足かせ持ってるんだよだけど俺は吉田選手応援ということで、まあ、5アッターはさすがに無理だけど1号の2です、僕は。なるほどね、うん、4コースまで入り込んで、そう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 、やる気感じるじゃん。やる気感じる、結構盛んだしね。そう、主君は向こう1、なんだっけな、1、3、5。あ、1、3、5。まあ普通に、普通にっていうか、まあインは逃げるで。吉田選手あれですからね、僕らの記念すべき初動画から登場してる。あ、そうだね、そう、確かに。だからそういう意味でも外せなかった、ね、2ブロック強い説だから。あ、その一説の選手だもんね。そうそう、まあ、僕はモーターで選んだ。2ブロックはね、フライング2本持ってるから関係ない。関係ない。そう、いや、遅れてないかあー、でもまあまあ、いや、ちょっと武田選手、いや、2が出てる、2が出てる、2はいらない、2はいらない。お願い、お願い、お願い、イン逃げろ、1、3でいい。いや、1、2だ、よし、青、よし、いや、いや、でも3、3、来い、来い、来て、カノン、1号だ、1号4です、カノン。なんだっけ、3じゃ2でしょ。あ、2だっけ。2だよ、お前。でも、もうダメだよ、1号合ってんのに。何これねえ、何これぜ、ね、流そうぜ、次からちょっと。なんか流せ、いやいや、流せないんだって言ってんの。次から、じゃあ一応建前上さ、その流しといて買うんだけど、当たった時はこうしようっていう感じすればいいと思う。どういうこと、当たった時はこうしよう。そうそう、あれ、いやいやいや、いや無理か。
渡辺選手だと。いやーちょっとさすがにね、気力が、気力で勝ててない。ほら50倍だぜ、50倍だぜ。うちてか、なんで50倍になんかに貼るんだよ。いや、なんか、いや、なんか脳汁出るかなと思しかも1000円もアホなんだけど、マジで。あーきつい。もう2000円負けですよ。あー脳汁出かけたんだけどな、今。しかもなんで俺3回叫んだの。やっぱり吉田雄平来たね。そうだね、さすが。あれちょ、そこじゃねえんだよ。早く三着見して。今ちょっと怪しかったよ。そう。いや、全然怪しくない。全然怪しくない。全然怪しくなかった。いけるかなと思ったんで。もうここでそっと辞したいぐらいの気持ちでいい。次だね。お前、吉田雄平。はい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 。いや、入りました。あれ、入りました。嘘。ずっぷし、ずっぷし、ずっぷし。やったーやったー、すげえ。ポイポイ中、すげえ。ワンファイツーだよね。今2だったよ。ちょっとそこはいいんだよ。3着誰分かったから。いや多分普通に2だろ今の。佐藤、吉田は分かったんで。すげえ。武田選手だよね。マジか。だって今多分第3マークで抜いてたよ。第3マークじゃない、32マーク。どう結果、結果早く結果見せて。ファイナルターンマークじゃん。 Everybody say ho! 聞いたことあるそれ、去年聞いたことある。 Everybody say ho! マジか。好調なまま3レース。もう今日は、まあ、ぶっちゃけ負けようがないからね。なんかぶっちゃけ俺やめたい。いや、やめるとかないから。なんか俺いつもね、こうやって動画用に収録してる、はい、なんだろう、レースとかかけてるとするじゃん、はい、うん、いつもなんで俺ここでやめられないんだろうなっていう。君は基本的にギャンブルをやめられないじゃん、そもそも。むしろ動画の収録をやめたって、この後違うギャンブルするでしょ。店が開いてるまでやり続けるんだから君は。まあ否定はしないんだけどさ、だからいいの、やっといた方がいいんだよ。まあどうせするんだから。フラグなんだっけ、買い目は。俺は415、石丸が多分415。いやでも関が F 持ってるから、はい、去年の覇者と、ね、覇者ですよ、うん、でもまあ石丸海斗がおそらく、はい、まくっての、で1が残して5。なるほど。しとくの。私124です。124。とりあえず当てることが重要だから。だいぶまたなんかあれでしょ、3倍とかそういうやつでしょ。3倍なわけねえだろ。はい、2が意外と刺さってないのかな。あー、やっぱ石丸出てる。ほら石丸出てるよ、ほら。あ、でもまあまくりは、まくりきれいはしないな。足だろ。そう12だろ。そこへ12だ。いやー、14だ。いや、あるある、全然ある。いや、ダメだ、このパターン多いな、さっきもこれだ。だからなんでお前折り返さないんだよ。何を折り返す。折り返せって、あれほど言っただろ俺は。いや、あるある。全然ある。しとくん、たまには俺にお金をよこしてよ。全然ある、いつもよこしてるだろ。いや、全然ある、全然。てか、全然できてる。あるよ。ね、しとくん、これ、ある。完成です。これ、完成じゃないか、マジで。いや、何をしてんの。ねえ、誰に号って、西川？ちょっと呼び出しだよ。てか、1号まで見えてきたよ。じゃあ、5とかマジ邪魔すんなよ、ほんとに。いやー、でもダメだ、外行っちゃう。あ、でもいい。あー、ダメだー。はい、一旦これは終わりました。え、何これ、どういうこと。なんでできてたのにね。若い子たちってなんでこうやって、なんか都会引っかりするの。何、一着狙ってたの今の。まあ、いい3手で決まるんだろうけど、西野さんが頑張ると。西野くん出てないじゃないの、あなたね。よし、あー、いや、でも悪くない、そこうまく。いやでもこれちょっときついな。1と2の間ちょっときついかも。なんで今ちょっと、いやー、刺さっただろ。保守的だな。はい、刺さった。お前なんだっけ、215だから、ほぼ当たってるんじゃないか。215できてるよ。いやかかってるよな、かかってるよな。いやダメだ、先回りしろ、先回りしろ、絶対先。あ、ダメだよー。止めくぅ。あー、やべ、
でも割と深くなると思ったけどならなかったな。いやがしかし俺の買い目が微妙になった。でもこれ宮野原が宮ね入り込んできた。生意気にこの子枠番主張しちゃってさ、俺若い子こういうの大嫌いなんだよね。枠番主張、そうなんかくれた数字をそのままなんかやるみたいな、こうわかる返事通りやってほしい。ナイスタだけど2が何2、2ダメだろう。いや出して今まで以上に出して、いっぱい出して、いっぱいいっぱい、ダメだろ、6ダメ。いやでもどっちにしても2が無理だろ。トヨタ、トヨタダメ、トヨタダメ、トヨタはダメ。あでも4、6だ、惜しいね、なんか惜しいね。いやなんかでも当てられる気はする。いやほら1、2でいいよ、1、2で、3が、白髪、1、2、3、おい白髪。いやもう1、2、3もないだろこれ。いや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 、1、2はありゃ、でもないわ。ここだわ。誰？大見です、現状大見翔吾君。ちょっとダメだったじゃん。いや全然違うな。どうだな、板橋だな、板橋さんだ。なんだこれ、しごろだな。いや一点だけしごろは買えねえだろ。さあ来ましたよ、初日12レース、ドリーム戦でございます。ドリームね、これ一番やりたかったね、はい、これだけでよかった。すごい、あのよだれの出るね、言ってたよ、ね、そうだね。なんかこういうトレーディングカードがあったら俺デッキにしたいもん、このカード。確かにね。いやそうそう、大山ちゃんが結構あれだよね、地味にあのキラカードっていうかさ、まあそうだね、キラキラしてそうだね。ただ僕の買いは1、2、3。今回さ思ったんだけど、あ、俺ちなみに買い目が1、3、5なんだけど、はい、磯部外した、磯部外した。あの、ね、磯部ね、俺前のね、浜名湖で気づいたんだけど、うん、この子意外とちょっとね、差し切れないところがある。この間2号艇から1着で優勝したで。いや、それはたまにある。あ、そうだ、たまにある、たまにでいいんだよ。たまにが、はい、いやでも大山ちゃん結構頑張れると思う。今日1本ください、1、2、3でいいです。去年のリベンジで、普通で、普通で。いやちょっと磯部遅れたかな。いやダメてー、いや大神さん、やりすぎないで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 、よし、いやーし、よーし、おー、いやーし、できてる。やったできてる。いやでも大山ちゃんやりすぎないで、やりすぎないで、できてるよこれ。ゆっくりゆっくりゆっくり、大山ちゃん、いや日野下慎重な子でしょ、あなたは慎重に。日野下がうまい。そうです、これで終わりだよ、もう転覆してるから多分。やったー、2本目すげえな。転覆してたよねこれ、終わりだよ。誰だよ、大山ちゃん舐めてた子。あ、できました、できました。いやまだわかんない、やめてくだこれはできたって言って、救助艇知るかーっていうやつがいたらマジでそいつレーサーやめてほしい。ルールを守れと。でここで抜いてもいいらしいから。あ、ほんと？そう、今何倍何倍？23、23。やったー、大勝ちじゃねえかよ。マジか。え、ってことは俺これでもう約7万円の払い戻し。そう、それまあその払い戻しだけで、これも乗り打ちじゃないよね。乗り打ちです。乗り打ちじゃありません。3万5000円もらえた。いや、勝ったわ、今日。あ、これ食えるわ、ヤングダービー。いや、お前さ、何したの？いや、俺は本戦を抑える。一番を抑える。無駄しかねえだろ。いやいやいや、基礎が大事じゃん。いや、折り返って。もう何で俺、お前を折り返してなかったし。俺が基礎を固めてるから、お前がこういうちょっと中穴みたいなのを狙えてるっていう。いや確かに13でもね、13もね、これね、2と4が安かったんだよね。あ、まあね、うん、だから俺、相手の大山ちゃん頑張れるんじゃないかなっていう期待を込めて、ね、応援船券したら2人ぶっ飛んだと。そう、で、お前何してんのマジで。俺は地盤を支える。ダッ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 ケシェーン、ポ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 ーン、